どうするの？このままじゃ。え、有馬くん、メダルを持っているの？
いや、ミオが先に上がってくれ。なんだよ。ううん、わかったわ。ちょっと、アリマくん、そっちから引っ張るからロープが落ちちゃったわ。ああ。もう一度、こっちに放り投げて。ちょっと、何をやっているのよ。必要ないんだ。え？俺はこれから、三角山へ戻る。何を言うのよ。バカはないだろう、バカは。だって、あまりに非常識な冗談だから。ジョークじゃないよ。ふざけないで。狭いんだから、大声を出さないでくれよ。だって、やっと逃げてこれたのよ。どんな仕掛けがまだあるか、わからないわ。わかってるよ。だが、勇気がまだ中にいる。助けなくちゃならない。必ず戻るって言ったからな。そんな、だって危険よ。うん、危険なんてもんじゃないわ。自殺行為よ。大げさだな。ハリマくん、お願いだから一度上まで上がってきて話し合いましょう。残念ながらそんな時間はない。急がなくちゃ。だったら私も行くわ。ここからだったらミオ一人でも帰れるよな。嫌よ嫌。嫌よ嫌よもういいのうちって昔から言うだろ。何の話よ。そんなの許さないわ。地震か。危険よ。そう、危険だからこそ早くしなくちゃならない。逆でしょ。自殺しに行くようなものだわ。約束なんだ。夢の女性とも約束をしたんだ。何の話よ。じゃあな。きっと勇気を連れて戻る。待って、アリマ君。ちょっと、冗談はそのくらいにしないと怒るわよ。出てきてよ、アリマ君。ふざけないでよ。いやよ、そんなの。いっそのこと私もダメだわ。とてもじゃないけど飛び降りれない。タクヤ、お願いよ、姿を見せて。タクヤったらバカ。もう私が行きます。こんにちは、島津さん。なぜあなたがここに。有馬さんのことを心配されているんですね。畑野さん、あなたどういうこと。私が行って有馬さんを連れてきます。ふざけないで。いきなり出てきていきなり行くだなんて。事態は一刻を争います。え？ジオテクニクスの作業員が再び発掘作業を開始したのです。それとこの地響きみたいのと関係あります。ちょっと畑野さん、あなたは状況が分かっているの？はい、分かっています。何なのよ。なぜそんなことを知っているのよ。有馬さんと話したからです。有馬くんと。はい。いつの話よ。言っておきますけどね、有馬くんと私はずっと一緒に。島津さん。何？早くしないと有馬さんも、そしてお連れの方も助かりません。行かせていただけないでしょうか。だってロープもないのよ。失礼します。ちょっと畑野さん。嘘？ここからあそこまで飛び込んだっていうの？信じられないわ。では畑野さん。言ってしまったわ。畑野さん、一体あなたは。ゆうき、いたら返事をしてくれ。
そ、行け。いたら返事をしてくれ。返事ができない状態なら物を叩くとか合図を送るんだ。雪？冗談だろ。おい、血だ。お、俺の手のひらにべっとりと血が何かの冗談だろ。こんなに血が流れていたら普通死ぬぜ。死ぬ？雪、おい、おい、ふざけてないで。つまんないギャグでも聞いてやるぞ。なんでだよ。助けに行くって言ったじゃないか。勝手に死ぬな。俺の責任だ。天井が君は、カンナちゃんだろ。俺は、死んでしまったんだろうか。カンナちゃん、教えてくれ。本来あるべき道へ。カンナちゃん、自分がいるべき場所、いるべき時間、いるべき場所。俺は、死んだのか。死ぬことすらできません。
本来いるべき場所でないところではいつも見ています。いつも必ず見つかると。本当に私でいいのね？私でいいのね？ああ、美月さんと一緒に行こう。分かったわ。じゃあ僕は留守番ですね。悪い雪だが、きっとミオは連れて帰るぜ。はい、お二人ともお気をつけて。ミオはこの穴の中にいるはずだ。どのくらいの深さなのかしら。危険になったらすぐに引き返そう。それが無難ね。何？ちょっと待ってて。あ、
お待たせ。どうしたんだ？ほら、島津さんのバッグの中にいろいろと役立ちそうなものが入っていたじゃない。おお、なるほど。とりあえず懐中電灯だけでも持ってきたわ。そうか、うっかりしていたな。当然よ。俺が先に行くよ。俺が歩いた後をついてきてくれ。なんだよ。本格的じゃない。美月さんを先に行かせるわけにもいかないだろう。わかったわ。よし、中に入ってみよう。暗いな。それに湿気がすごいな。うわっ！そこはスカートよ。もう、ごめん、暗くて滑って。こういう時のために。わかったよ、美月さん。サンキュー。感謝してね。意外に広々としている。しかも一人が十分に歩いて進めるくらいだ。あら、さっきからおかしいわね。おう、ついたり消えたり。電池がないのかしら。電池切れの懐中電灯をミオが持ってきたってことかい。まあいいさ、とにかく電池が切れるまでの間に。そうね。でもなんだか先へ続いているみたいよ、通路。ええ、もしかしたら人工路かも。まさか。あら、有馬博士の息子ともあろうものが先入観で決めちゃうわけ。あら、有馬博士の息子ともあろうものが先入観で決めちゃうわけ。ミオ、返事しろ。あ、どうしたのよ。おーい、こりゃかなり奥行きがありそうだぜ。そうね、どうするの。とにかく慎重に先へ進もう。これが自然にできたものって言えるんだろうか。どう見ても人為的な匂いがするだ。一体誰が。それは。だけどこんなトンネルを掘るなんて。じゃあやっぱり自然物。しっとりとしているな。地面は薄く濡れているみたいだ。気をつけないとお尻で地面にキスをしてしまうわ。ちょっと、口元が不気味に笑っているわよ。わっ、冷たい。そっか、海水。いや、
ほら、舐めてみなよ。じゃあ地下水って線だろうな、もう少し、うん、まあね、こういう場合しっと暗くてよ、よし気をつけて進んで。ああ、まり変わり映えしないわね。まあ一本道だからな、うん、しかし静かだな。不安？自信はあるが確信はない状態だね。地面にも気を配りながら歩くからな。運動不足ね。しかしこんなに長い地下通路があるとは思わなかったな。しかも剣の岬の地下に。ああ、よし。ええ、ねえ、ん？本当にこの道でいいの？さっきからずっとこのままじゃない？だって一本道じゃないか。間違えっこないよ。絶対に？絶対に。神に誓って。嘘っぽいわね。あのな、じゃあ何に誓えばいいんだよ。なんなら美月さんだけでも引き返していいんだぜ。そんなこと。行くわ、私も。あれ、どうしたの？いや、ここに何かある。どう考えてもボタンだ。石でできているみたい。てことはこの果てしなく続いている穴は。そういうことに。どうするの？え、このボタンよ。そうだな、慎重にね。ああ、何も起きないな。そうね。あ、今何か音がしなかった？した。遠くの方だ。何か重いものが落ちるような。先、気をつけて。どこまでも続くように見える道。そうね。道が二股の路地ってところだな。どっちに進むの？もしかしたら。え？海の底かもしれないわね。お、俺何か言った？今私たちって地図上でどのあたりを移動して。さすがに疲れてきたわね。休む？ありがとう。でもいいわ。肉体的よりはむしろ精神的なストレスね。またこりゃ思ったより複雑なのかも。どっちに進むの？もうどれくらい歩いたのかな。そうね。お、なんだあれは。扉みたいね。扉？なんだって。私に聞いても。一体何のために作られたんだろうな。ねえ、一体何なのここって。何かの目的のため作られた地下通路。何かの目的って。知らないよそんなこと。防空壕って線は。こんなに地下水が溢れているのにかい。それは長い年月の間に。それにこんな長い通路の防空壕なんてないよ。
それもそうね。入り口からここまでが全て人に掘られたものなら、人材の投入もね。そう、そしてそれだけの規模なら。だけどそんな記録はない？ああ、戦時中だが戦後にこの三角山をぶち壊そうって動きはあったらしいけど。記録にないわね。うん。戦時中の、例えば軍の機密というのは？ないわけじゃないけど、それだったらこの境町の噂にはなっているはずさ。じゃあ一体これはどういうことなの？それをミオのやつは調べていたんだろうな。うん、とにかく調べてみよう。そうね。いや、それよりもこれは扉なのか？何かしら。ドアの横にくぼみがあるぞ。中に何か入っているぞ。メダルだわ。それも黒と白の両。これは白いメダルの方ね。よし、メダルを取るぞ。もう一つ入って、黒いメダルね。ドアの中にはない。石造りの扉ということは、来た道、地面もこの先には海の実。二股には左開かずのど、ジメジメとした場所だ。この先は二股に分かれている。右に行くとこりゃ気をつけて。ジメジメとした場所だ。方向感覚がどんどん狂っていくみたいだ。そうね。もう行き止まりだ。とても向こうには行けそうもないわ。ああ、戻るしかないか。なんだ、何かしら。わからない。ただ顔みたいに見えるな。顔？ああ、でもこれだとまるまるで、じゃあここにはめ込むためのメダルだったの？多分ね。もっとも俺にも正確なところはわからないけどさ。ねえ。ああ、こそうね。ジメジメ、この先は行き、左へ行くと右へ行く、あれ、ここに何かある。これは向こうの道で見たやつと同じ。いや、少し模様が違う。今度はクラウン。ああ、さっき見たのは何かの顔みたいだったわ。こっちは王冠か。白いメダルをはめ込んだぜ。じゃあここにはめ込むためのメダルだったの？じゃないかな。俺にも正確なところはわからないけどさ。なんだ？
拓也、見て。扉？見て。ああ、どうやら通れということらしい。あ、消えちゃったわ。ああ、暗いな。どうするのよ。慌てなくて大丈夫だ。明かりがなくなっただけだろ。それはそうだけど。大丈夫だよ。こいつ、どうも調子がおかしかったしね。そうだな。先へ進めと言うんだ。通路が、さらに奥へと続いているようだしな。待って。どうしたんだよ、美月さん。何か、胸騒ぎがするわ。かといって、ここで足踏みしているわけにもいかないだろう。それは、そうだけど。大丈夫、俺が先に進むよ。何よ、もう。大丈夫だって、何かあったら。わかったわ。でも慎重にね。大丈夫、俺が先に進むよ。なんだ、何の音だ。タクヤ、危ない。ああ、タクヤ。美月さん、どういうことよ。ちょっと待っててくれ。くそ、なんて頑丈な扉なんだ。どうすればいいのね。大丈夫だ、なんとかする。わかったわ。ずつ足が痛くなっただけだ。どうすればいいの。いやよ、待ってくれ、今考えてる。ねえ、タクヤ。何か、美月さん持っていないかい。何かって、この扉をぶち壊せるような。持ってるわけないじゃない。美月さん、俺この先へ行って何か獲物を探してくる。え、俺らの力じゃどうしようもない。何か。そんなの置いてあるわけないじゃない。クワやスキは物の例えだよ。いやよ、ここに置いてきぼりにするつもり。あのな、じゃあここでずっとお見合いしてるつもりかい。だって。大丈夫だ、必ず戻ってくる。タクヤ、早く戻ってきて。美月さん、大丈夫か。どうなの、何か見つかった。美月さん、ちょっとどいててくれ。わかったわ。えい、タクヤ、ダメなの？そうだよ、なんで気づかなかったんだ。開けるんだよ。どうしたのよ。開けるんだよ、この扉を。開かないからこうして宿泊しているんじゃない。俺は一度こいつを開けたぜ。だろ、俺と同じ手順をもう一度たどれば。そうよ、なんで気づかなかったのかしら。だから、ちょっと待ってくれ。美月さん、勝手に歩き回るなよ。すぐに戻るわ、まずは向こう側の。どうした美月さん。ダメ、落ちる。どうしたんだ美月さん。さっきまではなかったのよ、こんな穴。美月さん。そうよ、扉が閉まったから。
美月さん、何があったんだ。拓也、助けた。美月さん、美月さん、冗談だったら怒るぜ。美月さん、美月さん。お、骸骨だ、骸骨が。
いなくなった女性。美月さん。わかってるよ。だが、美月さんがまだ中にいる。じゃあな。きっと美月さんを連れて戻る。美月さん！くっそ！美月さん！美月、冗談だろう。おい、ふざけてないで。へ、なんでだよ。助けに行くって言ったじゃないか。勝手に死ぬな。俺の責任だ。美月さん、君はカンナちゃんだろ。俺は死んでしまったんだろうか。カンナちゃん、教えてくれ。本来あるべき道へ戻るのです。カンナちゃん、自分がいるべき場所。いるべき場所。俺は死んだのか。死ぬことすらできません。本来いるべき場所でないところでは、いつも見ています。いつも必ず見つかると。
ごめん。気をつけて。あなたが頼りなんだから。一本道だからな。だが慎重に移動するに。そうね。石の扉だ。とても俺の力じゃ開けられそうもない。まあだらしないんだから。そういう問題じゃないと思うが、なんだろうな、この丸い穴はかなり大きい。なんだろう、何かがぴったりとはまりそうな感じね。何か、どうもならないわね。ああ、あれ、でもぴったりとはまっているぜ、うん、取れないな。何か意味があるんだと思うが。どんな？さあね、うん、石造りの扉がある。扉ということは開けることができるってことじゃない？あれ、ここに何かある。これは向こうの道で見たやつと同じ。少し模様が違う。今度はクラウン。ああ、さっき見たのは何かの顔みたいだったわ。こっちは王冠か。白いメダルをはめ込んだぜ。じゃあここにはめ込むためのメダルだったの？じゃないかな。俺にも正確なところはわからないけどさ。なんだ。あ、タクヤ見て、扉を。扉？見て。ああ、どうやら通れということらしい。あ、消えちゃったわ。ああ、暗いな。
どうするのよ。慌てなくて大丈夫だ。それはそうだけど。大丈夫だよ。こいつどうも調子がおかしかったしね。そうだな。先へ進めと言うんだ。通路がさらに奥へと続いているようだしな。待って。どうしたんだよ、美月さん。何か胸騒ぎがするわ。かといってここで足踏みしているわけにもいかないだろう。それはそうだけど。大丈夫、俺が先に進むよ。美月さんは幼い少女のように俺の後をついてきてくれ。何よもう。大丈夫だって。何かあったら俺が盾になる。わかったわ。でも慎重にね。大丈夫、俺が先に進むよ。暗い小部屋だわ。石の壁で囲まれている。何もない部屋ね。どこなのここ。タクヤ、気をつけて。わかった。あ、よく見たら何か。ボタンみたいだけど。わ、右側の扉が閉ま…どんな仕掛けがあるかわからないって言ったのに。閉じ込められたわ。落ち着けよ、美月さん。だってボタンを押したら閉じたってことは、もう一度押せば開くんじゃないか。開いたわ。そうか、右の扉を閉めてからじゃないと左が開かないようになっていたんだ。でもなんでそんな回りくどいことをするのかしら。一緒に開いてはいけない理由でもあったのかしら。そうだな。先へ進むたびに来た道が閉ざされていく感じがするわ。ま、とにかく開いたことには違いない。そうだな、もう後戻りはできないんだ。慎重に進みましょう。わかってる。くそ、真っ暗じゃないか。そうね、懐中電灯が壊れちゃったのが痛かったわ。手探り状態で進めってことか。気をつけて、何があるかわからないわ。ああ、わか…お！うん、ちょっと、スカートを脱がさないで。え、嘘。もう、ちゃ、今日のパンツの色がわからないな。ジョークを言っている場合？そうだった、何か踏みつけたから転んでしまって。ねえ、タクヤ。うん、わかってる。声がさっきほど響いていないし、しかも床が濡れていない。ということは面積的に比較的狭い場所。ああ、しかも地下水が浸水していないところだ。一体どこなの？うわあ、踏んだ床が下にめり込んだぞ。え？しまった、何かのスイッチだったか。ちょっと、今度は何？何も起きないわね。気のせいだったのかな。ちょっとやめてよ、そっとしちゃうわ。そっか、美月さん、お化けの類が大嫌いなの。うん、油の匂い、物が燃える匂いもするわ。火がついた匂い。おい、美月さん、美月さん。Thank you.
背中が重い。美月さん重いんだよな。51。え？とにかく、なんとか美桜を探し出さないとな。島津さん、ばっかりね。え？レアメタルの光だわ。え？やっと見つけたわ。原石の鉱脈がここにあるなんてね。なんだい、その原石って。さあ、何かしらね。それにしてもこの光は一体何なんだ。さっき美月さん、レアメタルの光とか。ええ、美月さんはこの湖のことを見たことがあるのか。いいえ、ただ予測はできたわ。予測？おそらく地下にこのような鉱脈があるってよ。鉱脈？なんだいそれ。先生はこれを探していらしたの。美月さん、何を言っているんだ。ほら、前を向きなさいよ。ミオ？ミオか？生きてやがったか、歴史学マニーが。そう簡単にくたばるわけないと思ったんだ。感動のご対面ね。美月さん、あんまり背中でもぞもぞ動かないでくれよ。なんかゴツゴツ当たっているぜ。ゴツゴツ？うん、これのことかしら。え？美月さん、何を。ごめんなさい、タクヤ。こうすることになっていたの。先生には逆らえない。さあ起きて。起きる時間。あゆみさん、俺もうちょっと寝たいよ。起きなさい、もう起きる時間。あと1時間だけ。なあ、頼むよ。起きて起きて。あゆみさん、起きてったら。起きてったら、有馬くん。痛いよ、あゆみちゃん。あゆみさんじゃないわ、この胸の感触。うわぁ、エッチ。相変わらずね、タクヤは。知った風な言い方やめてください。知っているもの。有馬くん、いい加減起きて。あだっ。あれ、美月さんに。美桜。ちょっと強く殴りすぎたかしら。どういうつもりなんですか、一条先生。こういうつもり。二人とも喧嘩はやめて。もう、まだ寝ぼけて。有馬くんにはこの状況が把握できないの？この状況って？はあ？彼女の手に何が握られていると思う？彼女の手？これよ。本物よ。なんだって美月さんが拳銃を。ようやくお目覚めね、拓也。
条先生はこの偉大な発見を独り占めにしたいみたいね。独り占め？偉大な発見。そうじゃない、私と有馬くんが協力して見つけたここを。ここの存在はすでに予見されていたわただ入り口がわからなかったから。一体これはどういうことだよおぶってくれてありがとう。背中がゴツゴツしたかしら。その拳銃だったってわけかいわけくらい話してくれるんだろう。私たちをどうするつもりなの？ここのレアメタルの存在は確認したし、中への入り方も理解したわ。骸骨の部屋じゃ寝たふりをしていたってわけかいありがとう。ちょっと有馬くん、そんなことを言ってる場合？へいへい。どうするつもりですか？ごめんなさいお二人さん、ここの存在は誰にも漏らしてはいけないと言われているの。じゃあ私たちも？その辺は想像力を働かせてちょうだい。信じられない、一条先生が。教師は嘘をつかないわ。そうよ、わかったわ、一条先生のやろうとしていることが。ふん、聞かせてもらえる？龍蔵寺先生ね、黒幕は。黒幕って？有馬くんは黙っていて。へいへい。そうよ、龍蔵寺先生は確か有馬博士とは同期だったわ。同期、同じスタート地点、そして同じ道を歩み始めた。だけど有馬博士はめきめきとその頭角を現し始めたわ。学会では異端という称号をもらってしまったけど、それは有馬博士にとってはむしろ名誉なことよ。同期の人間が突き進むのを傍から龍蔵寺先生は羨望と嫉妬の眼差しで見ていたんだわ。だからこの偉大な大発見を我がものにしたかった。レガシーの本の仮説は自分のものだった。有馬博士もそして今川教授ももはやこの世の人ではないわ。死人に口なし、何とでも言えるもの。そしてその秘密を知ってしまった私と有馬くん、特に有馬くんは有馬くんの存在自体許せないことなんだわ。えらい言われようだな。何？何でもないです。だから私と有馬くんの二人をここで。ブラボー。やっぱりそうだったのね。言っておくけど、最初の龍蔵寺先生はというところ以降は全て外れよ。なんだ、じゃあ 99% 外れか。有馬くんは黙っていて。へいへい。よくもそれだけ想像力を働かせたわ。何とでも言えるわよどうかしらね。認めたらどうですか？教師は嘘をつけないの。残念ながら島津さんの想像は違うわ。拓也、さっきから黙っているけど。興味深く聞いてるんだ、二人のやりとりをね。拓也、あなたは何か言いたいことがないの？ある。いいわよ。そうだな、二つだけ質問していいかな？私が答えられることなら。じゃあまず一つ、龍蔵寺がなぜこの地下に、いや光を放つあの鉱物に興味を抱くのか。有馬くん、彼の目的はここの遺跡発見を自分のものに。違う、ここの存在を公にするつもりなんて最初から龍蔵寺にはない。え？そうなんじゃないか、美月さん。なぜそう思うの？質問は俺がしているんだぜ。違うかな？そうね、あなたの言う通り、
先生はここのことを公にするつもりはないし。だろうな。よく考察したわね。テストもそのくらい考えれば。ちっ、湖水の下で光を放つ鉱物、龍造寺はあれに興味があるんだな。ええ、その通りよ。あの鉱物に一体何があるんだ。それには答えられないわ。というより答えを知らないと言った方がいいわね。私は先生に協力するだけ。先生がこの鉱石を欲しがるなら、それを持っていくのが私の使命。使命？先生はあらゆる手を打っているわ。ここがダメでも他の手段を講じている。だが龍造寺が欲しがっていたものは他にあったはずだ。何の話？なんだ、美月さんも聞いていないのかい。奴は親父が持っていたある装置にえらくご執心でね。なぜそんなことを知っているの？だって龍造寺本人から聞いたんだから。嘘よ、先生が他人にそのことを漏らすはずがないわ。じゃあ別の世界の龍造寺だったのかな。ねえ何の話なの？一昨日の話さ。私は先生の言う通りにするだけよ。じゃあもう一つの質問。いいわ、正直に答えてくれ。答えられることなら。答えられるさ、美月さんの心のことだからね。今の美月さんのこの行動は美月さん本人の意思なのか。え、答えてくれよ。答えられるだろ。私は先生のため。違う、美月さんの本心を聞いているんだ。私頭痛い。打たなくてはならないわ。だけど打ちたくない。でも打たなくては。美月さん、しっかりしてくれ。うわ、本当に打ってきた。頭が痛い痛い。ミオ、今のうちに逃げるぞ。逃げるってどこへ？出口だよ。突っ立っていると弾に当たるぞ。出口って？打ちたくない。頭が痛い。こっちだ、ミオ。待って、アリマ君。なのここ。慌てて逃げてきたけど、こんなところへ迷い込んでしまったわ。いいえ、有馬くんはここの場所を知っていたんでしょう。ねえ、何なのここ？俺にもよくわからない。だって有馬くんが連れてきたんじゃない？そうだったか。それなのに有馬くんはあっさりこんな場所を偶然見つけたというの？俺にもわからないよ。嘘よ、知っていなかったら来られるはずないわ。何なのよこれ、なぜこんな機械が剣の岬の地下にあるの？それにこの重々しい音は。雷発生装置よ。美月さん、お願い逃げて。一条先生、雷発生装置って？文字通りの装置よ。雷が発生し、海岸沿いにいる人たちめがけて落下。そんなことってありえないわ。先生は偉大な方よ。この剣の岬の構造もただ一点、有馬博士の行動だけは予測ができなかったとおっしゃっていたわ。有馬くん、今の聞いた？ああ、雷発生装置なんて、そんな非科学的なものが。じゃあ島津さんの目の前にあるこの装置は一体何？美月様、早く言って、出ないとみんな死。
月さん！どうしたの一条先生、なんか変よ。拓也、先生は知っているの。この剣の岬の内部構造が。なぜ龍造寺を知っているんだ。先生は変わってしまわれた。先生の目を見ると逆らえなくなる。美月さん、限界。いや、有馬くん、気をつけて、岩が落ちてくる。一条先生、やめて。頭が痛い。出口はあそこに。美月さん、気を失ったみたいだわ。一体どうなっているの。大丈夫だ、まだ息はある。ねえ、なんだかピリピリ来ない。来てる。髪の毛が逆立っていくようだ。何これ。帯電だ。帯電ってどういうことよ。帯電ってのは電気を帯びることだ。そんなことじゃないわ。どうして帯電なんて。それに、なんだかさっきよりも音が大きくないか。音？ああ、ほら、この可動音だよ。そういえば、何か騒がしいくらい。何か来る。来る？何かって何が。伏せろ！くっそ、少しだけ食らってしまった。有馬くん、大丈夫なの。大丈夫じゃない、だけど大丈夫だ。有馬くん、頭が混乱しているのね。ちょいとしびれただけさ。何なの、何なのよ、これは一体。どうやら装置が本格的に稼働し始めたらしいぜ。装置が稼働。見ろ。電圧が上がって放電しているんだ。どういうこと。ミオの仮説は正しかったってことだよ。まさか。そのまさかさ、落雷事故の犯人はこのバカでかい機械だったんだ。そんな。放電が強くなっていく。こんなところにいたら放電で焼け焦げちゃうわ。バカ立つな、落雷するぞ。どうすればいいのよ。このままここにいたって黒焦げになるだけだわ。うまくいったら褒めてくれ。今からこの剣をあそこにぶっ刺しに行く。危険よ、死んじゃうわ。このままでも死ぬ。人事を尽くして天命を待つってやつさ。これしか手はない。有馬くん、大丈夫だ。遅かれ早かれ、人間はいつかは死ぬんだ。ちっとも大丈夫じゃないじゃない、そんなの嫌よ。じゃあこのまま死ぬか。一緒ならいいわ。頼むよ、ミオ。嫌よ、有馬くんが今ここで死んじゃったら私どうすればいいの。死なない。約束して。約束する。嘘よ。あのな、どうしろと言うんだ。大丈夫だよ、死なない。なぜ、根拠は。ミオ、お前のことを愛してる。信じるか。ちょっとだけなら。根拠は、そういうこと。わかったわ、信じる。よし、端っこに隠れていろ。なるべく低い姿勢を維持するんだ。トカゲのように張っていくんだぞ。せめて可愛らしいポメラニアンとか言ってほしいわ。え？なんでもない。よし、見てろよ、ここから投擲、やり投げの要領だな。えい！
マくん、タクヤ、いっつつミオカ、大丈夫？悪い、今ちょっと視界ゼロなんだ。強烈な光をもろに見ちまったからな。大丈夫なの？俺は大丈夫だよ。視覚もあと少しで回復する。よかったわ。よくないよ。なんだよ、あれほどじっとしていろって言ったろ。だって泣いているのか。そんなわけないでしょ。何？どうしたの？すごい地響きだ。地震か？床が揺れているわ。今の爆発のショックだ。まずいな。ショック？この機械ぶっ壊れたみたいだ。え？8000年以上稼働してきた文化遺産をぶっ壊しまったわけか。ちょっと何無責任なことを言って。くそ、本格的にまずいぜ。どうするの？あそこの扉は開いてるわ。よし、走るぞ。だって立ったら落雷するわ。少しの間だけ。どうやって？神様に祈るんだよ。そんな無茶苦茶よ。だから神様に祈るんだろ。先に行け。私が？俺は美月さんをおぶってから行く。考えてる暇なんてないんだよ。行け。有馬くん、すぐに来てね。美月さん。タクヤ。美月さん、どうしたんだよこの傷は。さっきの雷が運悪く私の体に落ちてね。バカな、倒れて姿勢を低くしていたはずだ。確率の問題よ。どこかに落ちるの。そこがたまたま私の体だったわけね。美月さん、先生に聞かされたの。竜造寺に。あなたは拓也であって拓也ではない。でも私にとってあなたは。もう喋らなくていいよ。言いたいの。ごめんね拓也。なんで謝るのさ。先生に私操られていたのかしら。先生には逆らえなくて。美月さん、運命だったのかも。こうなる気もしていた。運命なんてそんなのはないさ。そんなのに俺たちの人生を左右なんかされてたまるか。そうね、それが拓也らしい。本当に私が知っている人かも。気をつけて。竜造寺先生は変わってしまわれたわ。先生が言っていた。あなたは数十時間経つと再び消えていなくなると。竜造寺が。カオスの強制という言葉を使われて。美月さん、もう。先生は水木さん、おい、冗談だろ。おいったら。水木さん。明るくなってきた。見よう。出口だわ。出口？本当に？だって見て、有馬くん、あんなに明るいわ。出口なのか。出口だわ。助かったのよ。ああ、
今はしんと静まり返っている。三角山も海岸も。有馬くん、どうした、見つかったか。ダメね、入り口も塞がってしまったし。そっか。少し海岸方面も落ち着いたみたいね。落雷がすごかったみたいよ。だろうな、あの山上じゃ仕方ないか。でももう落雷事故は発生しないわよね。そうあってほしいところだが。結局何もかも地下に埋まってしまったわけね。あの機械は一体何だったのかしら。雷の発生装置。そういうことじゃないわ。 5W1H よ。 5W1H? Who, When, Where, What, Why、 そして How ね。誰がいつどこであの装置を何のためにどのようにして作ったのか、それが知りたいの。誰かがどっかで何かのために何らかの手段を用いて作ったんだろう。答えになってないじゃない。答えなんか分かりゃしないさ。でも本当に惜しいわ。今川教授の言う通り、人類史上がひっくり返ったかもしれないのに。ひっくり返りはしないさ。なぜよ。どんなものが見つかったところで俺たちの生活は変わらない。いつになくネガティブね。一条先生が亡くなったから。あ、ごめんなさい、不謹慎だったわ。いいよ。でもどうするの。何が。一条先生のこと。もう発掘のしようがない。警察で話す。なんて言うんだ。実は地下には大空洞があり、そこには光を発する鉱石なんかもあったりして、ついでに巨大な雷の発生装置があって、そのそばで美月さんは落雷のため死にました。誰も信じないでしょうね。古代妄想で精神病院に入れられるのがオチさ。どうするの。龍造寺に会いに行く。私も行くわ。ダメだ。なぜよ。鉄砲を持ち出す相手だぜ。危険だ。だったら警察に。だからなんて言うんだよ。だいたい証拠も何もないんだ。龍造寺をとっちめることなんてできないぞ。じゃあどうするの。美月さんはもういない。それに関しては龍造寺も何らかの説明をせざるを得ないだろう。今から行くのね。いや、おそらく別の時間の別の場所で。え、俺はもう多分ここにはいられない。どういうこと。有馬くん。じゃあよ、俺は実は別の並列世界からやってきた人間で、この世界の住人じゃない。多分。バカバカしいわ。信じないのか。信じられないわよ。なぜ信じられない。だって突拍子もないもの。三角山が実は雷発生装置だったってのも相当に突拍子もないぜ。ここにはいられないって、消えていなくなるってこと。どうなるかは俺にもわからない。ただ少なくともここからはいなくなる。家庭が多いのね。俺だって自分自身で見て確かめたわけじゃない。ま、いいさ。ただミオには言っておきたかったんだ。そんな、消えるわけないわ。じゃあかけようぜ。俺は消える方に1000円ってところ。バカバカしいわ、そんなわけ。有馬くん、ちょっと冗談はよしてよ。有馬くん、有馬くん、有馬くん、こういう冗談私は嫌いなのよ。出てきて。わかったわ、降参、私の負けだから。早く出てきてよ。有馬くん、何をやっているのよ。ねえ、お願いだから。有馬くん、冗談でしょ。ねえ有馬くんってば、返事をしてよ。
Thank you.